クリスマスローズ大好き、野々口実の園芸ノート。 皆様、こんにちは。クリスマスローズ大好き。野の口実のるの園芸ノートです。今日は12月の30日。今日ご紹介したい株はこの株です。よいしょ。<laughs> よいしょはいらないですね。はい。お分かりでしょうか。えー、っと <laughs>。細い葉っぱが特徴的な 原種のウルチフィまあヘルツェゴビヌスの好きな方はですねヘルツ様という愛称で呼んでいる、えー、原種なんですけれどもんこのヘルツ様ですね本当葉っぱが細かいとあもう細長くてね分岐していると多裂しているという特徴がある株で。 どちらかというと、花よりもですね、葉っぱに魅力があって、好まれている原種です。で、なぜ今日これをご紹介したいかというとですね、先日。え、幾科の広瀬園芸さん、まあ、広瀬さんのナーセリーにお邪魔したんですけれども。 その時、あのヘルツェの話題が出まして、まあ、ヘルツェの葉っぱっていうか要するに古葉ですね春に出た古葉っぱがまあ12月の今の段階でも結構生き生きしているねという話題になりましたそしてまあ我が家に帰ってきてですね我が家の、まあ、私の一番大好きなヘルツェ様をですね見てみたらやはりですね まあ枯れてる部分ももちろんあるんですがえまだ元気な状態でえ展開しているという葉っぱがありますまあ細くてですね すぐ痛みやすいような印象を持たれがちのヘルツ様なんですけれども、結構葉っぱ元気です。まあ幼苗の時はちょっと弱いかもしれませんけれども、えー、開花株クラスになって年数が経った株というのは比較的葉っぱの持ちがいいです。以前あの以前って言ったらもう何十年ももう前の話ですけれども。 原種を栽培し始めた時はですね、えー、原種ってた人多いいかと思います実際まあこういった夏の気候では葉っぱが枯れる場合ももちろんあるんですけども実際はそんなことがなくてですね、まあ、原生地ってもそうだったんですけれどもしっかりと 夏越して10月次ぐらいまで,です、ね、葉っぱ残っぱ残ていま,すまあそれ過ぎるとですね雪が降ったりなんかして原生地ですとそれに、えー、と覆われて枯れてしまうというようなことになりますけれどもそれまではしっかりと葉っぱを残していると。ということをまあ原生地で学んで。 日本でもどうなのかなということでいろいろ執行錯誤をして葉っぱをなるべく残すような栽培をしていったところ、まあ、実際、まあ、残るものは残るということなので本質的にはその日本のこの夏ですね長くて湿度の高い夏気温の高い夏がなかったらですね、えー、葉っぱも残るんじゃないかなと。 でまたあの花を咲かせるためにはですねしっかりとこう夏越し葉っぱ春に出た葉っぱを夏越しさせてあげるってことが大事で、まあ、秋、まあ、10月ぐらいまでやっぱり葉っぱを残したもの要するに古葉が残っているものというのは花が咲きます、まあ、実際この株のですね結構これ傭兵太いですよねこの,この太い傭兵に育てるっていうのは大事なんですけれどもその傭兵の根元には今のところですね つかな花芽が確認できています。あのすごい楽しみですね。このようにまあ原子も小林と同じです。しっかりと 夏越しさせて葉をまあ夏前までに葉っぱをっしっかりと成長させて夏越しさせて秋までその古葉を残してあげれば自然と花芽も上がってくるということで毎年花を楽しむことができます。 ま、ヘツゴミノスですね。なかなか買うの、最近どうなんですかね。入手難しいかもしれません。一部の、えー、生産者さんしかっ作ってない可能性があるので、えー、皆様が購入するっていう機会はなかなかないのかもしれませんけど、もし展示会等でですね、入手することができましたら、見た目よりも丈夫な原種なので、 えー、栽培を楽しんでいただければと思います。ヘルツエ様って感じですね。<laughs> はい。本当こういう、こう、つおみががってきた状況というのは楽しいです。嬉しいです。気分がいいですね。はい、今回の動画はいかがでしたかなんかあの、 花芽を見て、喜んじゃっただけのところで申し訳ないんですけれども、あのー、まあ、原種も壊しと同様に、恐れることなく皆様もチャレンジしていただけると嬉しいです。まあ、情報公開しながらですね、栽培についてですね、皆さんの参考になるようなことをですね、これからも、これからも上げていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。 それでは次回の動画でまたお会いしましょうヘルツ様クリスマスローズ大好きの野々口実の園芸ノート皆さん励みになりますのでチャンネル登録 高評価よろしくお願いいたします。